フォンテーヌは東京都港区にあった衝撃上演劇ミュージカルの劇場である。1974年に開場し、客席は可動式のパイプ椅ス。109席。作曲家の泉拓が日本にミュージカルを定着させたい。そのためには自分で上演できる場所が欲しいという思いから自社ビルの地下に作った劇場。武器落ち公園は東京キッドブラザースのミュージカル。 ザシティ泉拓自身による武器落ち公演は1976年1月22日からのロングラン公演の黒柳徹子、島田優子による即興音楽劇二重唱』。この二重唱のテーマ曲は後にテレビ番組徹子の部屋のオープニング曲となった。泉拓によるミュージカル公演のほか歌手劇場として稼働していたが建物の老朽化により 2012年6月のミュージカルカンパニーイッツホーリーズ劇団企画公演歌のことづてで閉館となったスポーツ日本音楽業界初スタジオフォンテーヌ完成アザブ10番の劇場アトリエフォンテーヌ35年の歴史に幕、く六本木経済新聞 https:// ススララッッシシュュ六本木 .keizai.biz スラッシュヘッドラインスラッシュ2702スラッシュ2020年1月6日閲覧。ありがとうございます。